母蘇原、八幡宮。母蘇原、八幡宮。湯津原八幡宮は、大分県大分市にある神社。文後国一宮。旧社格は、国平商社で、現在は、神社本庁の別表神社。湯津原、湯津原とも読み、有限八幡宮とも表記する。鎌倉時代に書かれた社殿には、創建の由来が以下のように記されている。 上記の内容のすべてが史実であるかどうかはわからないが、当社が、宇佐八幡の文語国における文史であるのは、間違いなく、宇佐八幡の別宮の一つとして、数形を受けた。長徳四年、九百九十八年からは、宇佐八幡と同様に三十三年ごとの社殿の、造営、式年遷宮が行われるようになった。近畿の宝刀を継ぐ者は、宮氏と呼ばれ、 当社の実質的な支配者であった。国府に近いことから、特に国史の崇敬を受けた。中世以降は、大友氏他歴代の領主の崇敬を受けた。また、文後国一宮を称するようになり、それ以前から一宮を称していた、西寒田神社との間で近世まで論争があった。当社を一宮と称した、最初のものは、河王三年、1171年3月の、 宮市創上正会にある、右、大菩薩は、これ日本珍珠、百王守護の神霊なり、中略豊州の中心に衰弱して、東国の一宮となるというものである。また、旧安元年、1145年に作成された、宮市総院清司会という会もその内容が、宮市総定清司会に、ほぼ同一内容であることから、一宮である母ソ原、 ヤワタグーから出された文書であると見られる。旧安年間には当時の国主である源危険が国画改革を行ったことが知られており、母曽原・ソ原ラ・ヤワタグーが一宮になったのもこの時期と推定する説もある。鎌倉時代に仕事して関東地方から文護国に入った大友氏は同時代末期から南北朝時代にかけて国画機構及びこれに付随する国画寮や 在庁官人を吸収していく過程において、一宮の庇護や祭祀に関する責務も継承したと考えられている。戦国時代には、領主、大友義茂、宗林が、キリスト教を信仰したことから排撃を受けたが、江戸時代には、歴代不内藩主の厚い保護を受けた。母ソ原の表記が登場したのは、明治になってからとされ、それ以前は、湯原宮、八和湯原宮、 ガライシャなどと呼ばれていた。大分市街地西方の二葉山、八幡母ハハソハラヤマに鎮座する。境内入り口の長い階段を上ると、南大門が南東を向きに立つ。この門を過ぎると、道は正面方向と右斜め方向の二手に分かれる。正面の道は西門、サ門三ン、入り口へ向かう参道。右斜め方向の道は、直視道と呼ばれ。 石段を経て、新域南正面の楼門へ至る。本殿は、八幡造りと呼ばれる、得意な建築形式になる。本殿手前にはサルドの、その手前に接して拝殿が立ち、拝殿手前に、前述の楼門がある。このほか、楼門左右に、東西改良、本殿左右に、東西放殿,殿,殿、本殿西方に、宝蔵と八王子社、サルドの西方に、前述の西門が立つ。 本殿、サルドの、廃殿、老門、東西方殿、東西回楼、西門、南大門の十棟は2011年、国の重要文化財に指定された、他に宝蔵と八王子社が重要文化財の、ふっつけたり指定となっている。以上の社殿はいずれも、寛延2年、1749年消失後に順次、再建されたものである。本殿は、開園3年、 1850年上等の八幡造り、社殿である。八幡造りとは、神社本殿の建築形式の一つで、大分県宇佐神宮、宇佐八幡本殿に見られることからこの名があり、霧妻作り社殿二棟を前後に連結したような、得意な形式である。当神社の本殿は共に、桁行き五軒、張間二軒の後殿と前殿を前後に接続した、形になる。柱。 梁などの軸部は、朱塗りとし、瞳を黒塗りとする。この配色は、東神社の他の社殿にも共通している。屋根は、銅板武器とする。東神社の重要文化財建造物は、東西回廊を除いて、すべ銅板武器。西側の円の後方に、花銅、花銅と称する商社殿が付属するのも東本殿の特色である。同様の商社殿を付属する例は、大分県南部から、 宮崎県北部にかけての神社に見られる。本殿手前には、霧妻作り妻入りの猿殿、その手前に接して同じく、霧妻作り妻入りの拝殿が立つ。猿殿は前日の歓迎の火災後間もない法暦2年、1752年、頃の混流、拝殿は後日の楼門と、同じく法暦9年、1759年頃の、混流と見られる。 楼門は胸札により、法暦九年、1759年の上等、翌年の完成とわかる。入り模屋作り、間口三軒の通常の形式であるが、仮想正面に、軒から破風を設ける点が得意である。楼門の左右に接続する、東回廊、西回廊は、完成十年、1798年頃の混流で、他の社殿と異なり三河原荒ぶきとする。 西海老生誕の授与所は重要文化財指定の対象外である。本殿の左方と右方に立つ東方殿、西方殿は法暦七年、1757年の混流で、いずれも霧妻作り、下手行き3の商社殿である。西門は霧妻作りの四つ足門で、江戸時代末期の混流とみられる。南大門は胸札により、明治三年、 1870年の混流とわかる。柱間に24項、日本穂高などを表した装飾彫刻があり、日暮ら門とも呼ばれる。外観は複雑に見えるが、構造の基本は入り模屋作りの四つ足門で、この前後にそれぞれ東波筒作りの突出粒を設け、左右に切り妻作りの脇門を設けたものである。転居、2000年までの指定物件については、国宝。 重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による。なお、社殿の重要文化財指定は、平成23年6月20日文部科学省告示、第95号。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。